本日もジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけれども1月29日午前8時47分 YouTube 録画しております。本日はコインデスクの記事ですね、こちらをいくつかご紹介した後にジャスミンのチャート分析させていただきますので、よかったらご視聴いただければと思います。上の方にもね、仮想通貨の価格が見れてると思いますので、こちらもちょっとフォローしながらということで、ビットコインですね、441万円ぐらい、それからイーサーが29万7000円ぐらいでそれぞれ動いております。リップルも71円ということで、まあそれぞれ上がっているものが多いかなというところですね。よかったと思います。で、今回の記事なんですけど、 FOMC 声明読み解く暗号資産、こちらの投資資本ですね、こちらが減っていくんじゃないかということで、まあ、こういう記事が出てるんです。ちょっとこれ詳しく解説させていただきます。はい、こちらですね、連邦公開市場 FOMC ですね、1月26日25日から開催された2日間の会合での決定事項を発表したということです。アメリカ経済の全体の方向性に対して大きな影響を持つことになる。とりわけ短期及び長期的な暗号資産業界でのトレンドに顕著な影響をもたらす可能性があるということで、まあ、ちょっと高的な、ね、発言が出てきているというところで、嫌気して株式市場すでにもう大暴落しちゃってるわけなんですけども、今後またこれがどうなっていくかというところを今注目されているわけです。今回の FOMC 会合で注目された争点2つありました。その1つですけども、こちらです。コロナウイルスのね、このパンデミック中にバランスシートですね、2倍以上の約金9兆ドルまでですね、こちらまで拡大させた、まあ、テーパリングをね、縮小していくんじゃないかというなんかスケジュールですね、これを今、お伝えしているわけなんですけども、これですね、昨年12月に発表された方針を維持して、まあ、もうちょっと縮小していきますよということですね。今年3月での、資産購入をストップさせることが明らかだ。これが大きいですよね。テーパリングや資産売却のスケジュールはインフラと資本市場に大きな影響を持つことに、まあ、要は株式とか仮想通貨が下がって、まあ、物価の方はね、例えばスーパーに買い物に行ったら牛乳とかがちょっと下がるとか、パンとかが下がるみたいなイメージですね、分かりやすく言うと。ちょっとこういう状況を今作っていくということです。それから利上げと暗号資産どうなっていくかということなんですが、しかし、見出しとなるべき、真の争点は FRB が設定する銀行間金利の誘導目標ということなんですね。これが FOMC の声明では明確な利上げの時期は明らかになっていないんですけども、どうやらですね、パウエル議長は、3月の利上げを示唆したということで、3月、6月、9月、12月っていうのが今、一応、見込まれているんですけども、これがちょっとまたね、3月、4月、例えば3月、5月、6月とか、ちょっとこの辺で1回挟むとかね、いろんな案があるわけなんですけども、まあ、ちょっと増えるんじゃないかっていうのも、ね、心配されているわけです。そういうことなんですけども、詳しくはですね、あとこの金利の 2.5 から 2.75% というところが、ちょっとね、もっと上がるのかなというのが、今、ざっくり言うと、そういう形で、仮想通貨株式市場に非常に向かい風が吹いているというような、ね、内容なんですけども、詳しくはちょっとまた見ていただけると、結構わかりやすい記事でしたので、今回ご紹介させていただきました。はい、ということでね、先ほどの記事はしっかり、読み込んでいただいて、かなり大事な記事かと思いましたので、皆さんもぜひね、コインデスクの方のページに、アクセスして見てみてください。今回ちょっとジャスミン紹介していきますけども、3.5% 今日上がっております。ここからちょっとね、またもりもりと盛り返してくれるかなというところなんですけども、今 5.5 円ぐらいで動いているジャスミンがどうなっていくか皆さん一番気になっていると思うので、ちょっと私なりに、分析させていただきたいと思いますので、最後までお付き合いいただければと思います。はい、非常にね、昨日まで苦戦が続いていたんですけども、ニューヨークダウ、それからナスダックの状況をちょっと鑑みてからですね、かなり戻してきております。今、一応 5.5 円ぐらいなんですが、ちょっとまたね、押し目作って 5.3 円ぐらいまで下がりましたが、ちょっとまたここからね、5.5 円超えていくような勢いを見せております。他にね、ちょっと仮想通貨、今日はシンボルとかパレットトークンを分析してるんですけども、どちらかというとパレット寄りの動きかなというところで、シンボルはすでにね、10% ぐらい上がってますので、ちょっとシンボル兄さんについていってほしいなという、ちょっとね、思うばかりなんですけども、それぞれ私もね、このジャスミンという仮想通貨に関しては、まあ、やっぱり国内でね、かなり知れ渡ってはいるものの、まだまだですね、ちょっとこう、海外でジャスミン知ってる方がね、特に日本とか、それからアメリカでは少し知られているような気もするんですね。コインベースの影響などもあると思うんですが、まあ、例えば、あとは、
こちらバイナンスにもね、上場したんでしたっけね。バイナンスにも上場しているので、まあ、ちょっと中国関連でもね、その辺でも知られてはきてはいるんですけど、あんまり聞かないですよね。その辺のユーザーの方がジャスミン買いましたと。それから、元ね、南米系とか、そちらの方でもあんまりまあ知らないんじゃないかなってちょっと思いますし、まあ、例えば私たちが、まあ、なんていうの、草コインを買おうとしてね、ゲートトゥーとかいろいろ、取引所あると思うんですけど、そこの中の1個みたいな感じに認識されていて、ちょっとよくわからないな、この仮想通貨みたいな認識をされてるんじゃないかっていうところが、気になるわけでありまして、そこがもう少しね、まあ、ビッグボスの就任とかも合わせて、まあ、いろんな国々にね、伝わっていければですね、まあ、価格も徐々に戻ってくるチャンスはあるのかな。まだちょっと知名度が低いなっていうのが、やっぱり常々気になっていたんですね。日本ではかなり有名になってきてはいるんですけども、まあ、そこがちょっと課題かなと思いますね。いろんなところにやっぱ上場していくということが、一つ分かりやすいね、こう、バリューというか、皆様に伝わるようないいきっかけになりますので、ちょっとそこに今、期待がされているのかなというところかと思います。ただ、今まではね、ちょっと仮想通貨の全体の治安もかなり悪かったですし、まだまだ悪いんですけども、非常に昨日から動き、ちょっと潮目変わってきたかもしれませんので、ちょっとね、回復できるチャンスかなと思うので、このチャンスを逃したくないなと思うばかりです。まあ、10円ぐらいがね、ちょっと目処になるかと思うんですけども、いち早く10円を回復して、10円、20円とね、駆け上がっていただきたいなと思っています。はい、ではですね、こちらのジャスミンなんですけど、ちょっと月足も見ていきたいと思います。月足で見ていくとね、非常に苦戦をしております。まだまだ右肩下がりにも見えますし、ちょっと下げ渋っているかなという最後の方ではですね、ちょっと底になってきたようにも見えるんですけども、ちょっとまだまだね、予断を許さないかなと思いますので、少しね、身を引き締めてというところは変わらないのかなと思います。まあ、ただ一つ目安としてはこの 5.3 円ぐらいですかね。こちらのところにちょっとサポートが効いているようなところもありますので、まあ、今は5円ぐらいをちょっと目指しつつも、その辺で止まってもらえればというところになってきたのかなと思います。ちょっとね、あんまりいい形ではないんですけども、頑張ってほしいなと。ぜひカップウィズハンドル形成して、もりもりと7円の方に向かっていけるジャスミンを見てみたいと思うのは私だけでしょうか。しっかり上がってほしいですね。かなり今、下げが厳しかったので、まあ一度ね、ちょっと反発を大きくしてくる可能性も、まあゼロじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、ただちょっと可能性としてはね、やっぱり下がる方に、まだまだサジじゃないですね。まあ、舵を切りそうで怖いなというところで、非常にこう、皆様も警戒してるんじゃないかなというのが、この上昇率につながっているように思います。まあ、やっぱり 10% ぐらいね、シンボルのように上がってもらえるとよかったんですけども、ちょっと今までの下落がね、やっぱりきつかった印象はかなりありますので、また下がるんじゃないかなという、やっぱり、この恐れとか、あとそれからやっぱりもう、すでに売却したいなというイメージが、ちょっとついてしまっているので、例えば6円ぐらいで買った方が、ちょっと戻ったら売ってしまいたいなと思うかもしれませんので、そういうちょっと、少し買い値付近になったら売っちゃおうかなみたいな、一時売ろうかなみたいな、ちょっと売りが出てきているように思いますので、少しやっぱり時間が上昇するにしても、かかりがちなのかなっていうふうには思います。まあ、ですけど、一応5円のね、手前では戻してきた状況でしたので、まあ、5円にもし行ったとしても少し戻せるかもしれないなというふうには思います。まあ、ただ、ちょっとここを割り込んでくるとね、下で模索の展開になりつつあるという形になってしまうので、ぜひこの辺の5円はね、死守してほしいなという価格帯かなと思います。ですので、今、まあ、ちょっとわかりやすく言うと、5円からだいたい 6.2円の手前ぐらいまでですね。この今、レンジで動いているので、まあ、この辺をちょっとね、様子見ながらですね、ニューヨークダウとかの動きを、ちょっとこう、意識しながらですね、動いていく展開がしばらくはちょっと続くのかなというところかと思います。ちょっと日足にもう一回戻していきます。ただ日足で見るとね、少しこう上に抜けてきた感じもありますので、まあ、今までの悲観一色よりはちょっとね、上目線も見ていけるような状況には、ちょっと整っていく準備段階に入ったのかなっていうぐらいですね、今ね。まあ非常に今日の動きは良かったのかなと思いますし、まあ明日もね、ちょっと面白い動きがもしかしたら期待できるかもしれないので、まあ、例えばでも5円ぐらいで買えた方はですね、ちょっと6円ぐらいになったら少し利確をね、ちょっと考えてもいいフェーズかもしれないので、その辺は流動的にというか、臨機応変に、まあ、ちょっと
またダウ先が危ないなとか、ちょっとこういろんな指標を見てですね、ビックスがまた急上昇してるよということになってきたら、やっぱりちょっとね、株式とかがまた下に来る可能性が増えてきてしまいますので、ちょっとそういういろんな指標とか、それからニュースもね、今オミクロン株の拡大とか、それからロシア、ウクライナ、この緊張関係ですね、これがちょっと悪化しているような状況なんでね、気になります。この辺をちょっとしっかり見て、まあ、少し6円になっていくんであれば5円ぐらい、もし買えた方がいらっしゃいましたらね、ちょっとこう売却も少し検討して、まあ、全部じゃなくてもちろんいいと思いますし、まあ、少しですね、利確しておいて、ちょっと先々にアドバンテージを作るみたいな感じはやっていただくといい場合があるかもしれません。ただそれも自己責任になります。これは私の本当にアイディアでどうなるかも全然わからないんで、一概には言えないんですけど、ちょっとまだね、全体の違いが本当悪いので、そういう形もいいんじゃないかなと思った次第です。はい、ただ難しいですね。ここから6円になったものがね、7円、8円と急騰する場合もあるので、まあ、本当にどこで売るとかどこで買うっていうのは非常に難しいんですけど、まあ、ただ一つ言えることは、やっぱり大底で買って天井で売るっていうのはかなり難しいので、その辺は意識してね、少し利確できるものはちょっとコンパクトにまとめていくっていうのも今の難局では、いいことかなと思いますし、まあ損切りなければね、十分にそれは勝利だと思いますので、まあ、細かく積み重ねていくっていうのは今、この相場においてはね、非常に有効活用できるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひね、そういうアイデアもちょっと一つ検討するのはいいんじゃない。まあ、実行するかどうかはね、本当に皆様次第だし、検討はしていただいた方がいい場合がね、あるかもしれません。というところでですね、ちょっとこのジャスミンなんですけど、少しね、昨日から本当にだいぶ改善してきてます。血合いもね、悪いなりに改善してきてるところはいくつか見えてきてますので、まあ、面白い展開にはなる可能性は増えてきたのかなって、ちょっとね、日に日に増えてきてるようには思います。やっぱり今年2022年ですね、今年は本当にちょっと難局だと思いますので、ただ2022年がやっぱり2月3月となると終わりに近づいてきますよね。だんだん、まあ、ゆっくりですけども、まあ、それにつれてね、ちょっと戻してくるようなものが多いと思いますので、今はね、かなり本当に冷え込みすぎているので、まあ、ちょっとデリケートな点、乱高下な、ね、ボラタイルなところは、まあまあ続くなっていうのはね、ちょっと受け入れてますけども、まあ徐々にね、やっぱり10月、11月、12月、それから2024年ですね、今度なりますけれども、そこに向けてね、少しずつ回復していって、まあ、来年以降はですね、ちょっと面白い仮想通貨市場のパフォーマンス期待してますので、ぜひ皆様とね、来年につなげていきたいと。まだ始まったばかりで早いんですけども、ぜひそういうふうに切に願うばかりです。ジャスミンもですね、こういうふうに見ていくと、まあ本当に、まあそうですね、40円とかね、この辺までは全然なんか行っても全然おかしくないですし、まあ、10年後とか、それから1年後とか分からないですけども、チャンスは十分ある仮想通貨なんで、まあ、運営のこのどこに上場するとかですね、そういうところの何て言うんですかね、審査の手続きだったりとかも必要になってくるとは思うんですけども、ちょっとこうそういう状況もあるんじゃないですかね。やっぱりこうただ放置されているだけだと、やっぱり私の方にもなんかジャスミンのなんかこう不審に思う方っていうんですか、なんかちょっと怪しいんじゃないかみたいな形の方もね、当然いらっしゃるとは思うんで、その辺のこうニュースの開示だったりとかですね、そういうところもちょっとやっぱり気になりますし、まあ、腕の見せ所というんですかね、そういう運営サイトのですね、まあそういうところがちょっと期待、これからね、改善してくれればですね、10円、それから20円、30円、40円と上がれるチャンスはね、いろいろやっぱトヨタとなんかこうね、タッグを組んでみたいな、ちょっとこう写真とか見たことありますけども、いろんないい日本のこう企業とうまくできればですね、本当に面白いんじゃないかなと思い、まあ、日本を買うみたいな感じで、ジャスミン買うみたいなね、ちょっと感じに他の国々がやってくれるような状況もなんかありそうじゃないですか、そういう写真とか見てると。ですので、そこが本当にジャスミンの良さがね、100%伝わるような状況だったら、やっぱり5円から上がっていくような感じになっていくと思うんですけどね、ちょっとそこがやっぱり、まあ、楽しんで待ちたいと思います。まあ、ちょっと時間かかるかもしれませんけども、いいものはね、やっぱり評価されると思うので、まあ、ジャスミンがね、しっかり評価される日を本当に見てみたいなと思いますし、応援していきたいなとこれからも思っています。ということで、今回もね、ジャスミンのチャート分析、最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございます。また別の動画でね、ジャスミンの動画作っていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。今回も最後まで見ていただきまして、本当にありがとうございました。